負けた記憶忘れたな。やってやれってや。いやー、大体やっぱ年下には負けられないよね。何個下だかも分かんねえしさ、実際のところ。まあ、全力で叩き潰す。年下には負けられないよ。やってやれってや。1軒目ピグモン、せーの、ドン、きた。りょうちゃん、ドナルドダック、せーの、ドン。ミキション、ドラえもん。いやちょっとごめん、ヒゲ勝っちゃった。もうできた。やったよ、お母さん、お母さんやったよ。俺いつでもいいよね。いや、まあ見えてると思うから。じゃあせーの。今もうなんかさ、ちっちゃいんやけどすっげえラインが細かいもん。ラインが絶対細かい。じゃあオープンだ。じゃあせーの。ちょっと待って、のび太くんとかこれでもなんかさ、いやなんか俺もなんかそう思う。あれなんかそっちかなって気がするのもある。確かになんかもうザ・ドラえもんでしょ。なんだろうね。これはちょっとさ、なんか中国とかでさ、なんか違法にコピーしたドラえもんドラミモンとかさ、なんかもう黒島ひげにドラえもん、ドラえもんじゃないですよ、ドラミモンですよっていうぐらいのさ、ドラミモンなんで。いや、でもそう、相変わらずなんかもう吐きますよね、自信。ドラえもんは、うち。これね、のび太くんとかね、この地味に、ちょっと地味に逃げてる。セリフを入れなあかんみたいな。なんかモノマネするときにいきなりその人の名前で入るみたいなね。俺ね。まあちょっとこの第1回戦はツイートの結果を見て最終報告というふうにさせていただきますんで、次の競技に移りたいと思います。まあ次ですね、先ほども審議隊と言いましたけど、やっぱりトラックの運転手たるもの、技能がやっぱりなくてはいけないわけですよ。なるほどね。そういったさなかでトラックの運転手が免許の更新をするときに何が必要だと思いますか。何をされる、どういう検査をされた覚えがありますか。目、はい、ズバリそうなんですよ。紳士力、うん、そこが肝になっていくわけですよね、はい、バックモニターが特にない僕のトラックみたいなのは本当に後ろのね、この遠近差というかあれがわからないとケツをきれいにこう壁につけられないっていう、その通り。そういったこともありますので、ここはやっぱりトラック YouTuber 同士なんで紳士力の対決をしていきたいと思います。はい、紳士力 の対決はどういうふうにやっていくかと申し上げますとですね、もう紳士力というアプリが今ありましてですね、紳士力というかボタンをポチッと押して、例えばですね、これボタンをポチッと押すとこれグーグーとかなるんですよ。でこれもう一回ポチッと押し直すと、点数が出ますね、89点。すごい。だから、横の棒に真ん中がこういう形になるんで、それが、まあ、自分の目線で、あ、真ん中に来たなと思った時にもう一回押してやると点数が出ます。ぴったりだったら当然100点、離れてるようだったら離れれば離れるほど点数が悪いと、そういう形になりますので、一つよろしくお願いいたします、はい、じゃあやっぱり今測定して今見ていただいてこうお分かりなんですけど、僕はやっぱりね、紳士力のアプリを使ってそれで牽引免許の試験の方をねやりに行っちゃってるんで、まあ僕は優位なんで、うん、ちょっと2回ばっかし、ね、ヒゲちゃんの方で練習させて、ね、どれか10点。マジで。でもう一回押すとまた流れますよ。もう一回押すと流れますんで、そう。でまた真ん中に来たなと思ったら押してもらえる。あと61。はい。はい、終了、練習終了。はい、じゃあ本番ヒゲちゃんからスタート。はい、どうぞ一回押してください。もう何回もう一回ポチッと押して。はい。もう何回だからちょっとあれですよ。もう何回もこうずっとゆっくり見ていいですよ。ゆっくり見て。いつのタイミングでもいいですよ。タイミングでいっちゃったよ。93やるね。本番に強いからな俺。
いやもう今の本番で今の本番なんですけどね。あのじゃあヒゲちゃん今度私の本番で強いから、はい、よろしいですか。はい、動いてますよ。交互に三回ずつ。あ、三回ずつ。はい、これが一回。今まず今ヒゲちゃん93点。よし、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいよ、素晴らしいですね。93点。じゃあ僕ですね。まあ言うて僕持ち主なんでね。あの。あ、もうよろしいですか。じゃあほぼほぼ98ぐらい。あ、違う、始まってると思わなかったの。お約束でしょ。43点です。じゃあ行きますね。はい、行きますよ。ちゃんとはい、81点。マジで映して、これ俺マジで完全になんかもうマジで美味しいとこ持ってってるな。でもいや俺やだよ、罰ゲーム受けるのマジで。はい、注意しよう。はい、ウイルスを出すけど、でもとりあえず点数出しゃいいんでしょ。点数出しゃいいよね。はい、92点です。使えんな今の92点。俺100出したいのね、次ね。100、102回出したい。わかりました。いつも通り、いつも通りね。いつも通り102回出したい。わかりました、始めますね。あ、今一番奥まで行った。はい、77。星野監督か。よし。72。ちょっと待って、もう無理じゃん。あとヒゲがこれ本当ガーターしてくれないと俺ダメじゃん。そうね、しないっすけど。いやもうテラさんさっきやった。そうだよね、そうだよね、そうだよね、テラさんさっき。そうだよね、もう俺最後ね、もうそれよくあるよね、そういうのね。 100出しちゃうから俺。そうだよね。終わりました。なんだこれ、なんでマジで。いや俺だから紳士力のメガネ買ったんだってマジで。それじゃないもん今日。ああ悔しい、出た悔しい、出た。持ってくんの忘れた紳士力のメガネ。まあある意味あれ、ある意味あのまとめてきたね。ある意味まとめてきてる。じゃあすいません、最後とどめを刺すのか、はい、ガーターで終わるかね。いやいや、そんなの見えてんの、やっぱり見えてんのこれ、ね、見えてんの。ああ、近くてね。うん、今でかーっていうね。え、よっしゃーって、ちょっとダメやったなー。いやー、そーちょっとダメやったなー。わかりました、もう計算するまでもなりましたんでね。僕の最低点数は、テラさんの最高得点。そうです。面白いね。いや、面白いよ。面白い。ゲッゲッゲッまだね、絵心対決の方が俺が勝ってる可能性あるから、3番勝負なんでね、審議隊の隊にね、最後は移らせてもらいたいと思う。もうこれは明らかにもヒゲちゃんのね、勝利なんでね、2回戦目はヒゲちゃんが勝利、おめでとうございます。はい、ということですね。はい、ということですね。3番目の勝負いきたいと思います。3番目、審議隊と言われればですね、我々やっぱり鉄民手下ろし、もう何十年もやってきたわけじゃないですかね。だからといってここでその鉄見手下ろしをじゃあね、2人で対決するってことはまあできる環境じゃないですよね。まあそうですね、うん、ただ我々今までもう担いだりね、積んできたものを指に感触は残ってる、うん、ということはですよ、つまり3番目の勝負はですね、左にある荷物を右側に箸を使ってよっこすると。なるほど。それが先に要は終わった方が勝利という。1回勝負ですか。当然1回勝負、1本勝負。意気込みの方は、いや、どうなの、まあ、これはどうなの、このやっぱりこの使い。それはもうね、小学校3年の時は豆ひげと呼ばれたぐらいからね。もし今日中に豆ひげ今日中にタイムやっていきたいと思います。いきますよ、よーいスタート。なんだ俺楽勝じゃん、その音聞いてると。やったー。いやー、俺すっごい追い込みしたよ今。結構な追い込みしたよ。いやー、これ多分取ってると思うけど、こういうところにやっぱ出ちゃうよね、そのさ。僕もうほんまにこの手の競技はもう生まれて初めてやった。やっぱさ、なんていうのかな、僕らって言えばさ、どうしてもシリンクで梱包したりとかさ、うん、やっぱそういう精度が極められるっていう部分あるじゃない。いや嬉しかった、正直。
やったね、まあ、勝てると思ってましたけど、いや嬉しかった本当に。ヒゲちゃん今日ありがとうね。やっぱりね、荷物っていうのはね、行ったらやっぱ返してこない、そうそう、やっぱ行きっぱなしっておかしいですもんね。やっぱね、関東登ってきたら関西帰っていかなあかんわけですよね。やっぱりすごいね。そんなもん空で帰る腹で終わってるわけじゃないわけにはいかんすよ。打ち合わせのねえ話なのにさらにアドリブが出るっていうね。あ、これもう一回こっち側に返して当然それで僕が勝つようであればもう間違いないと。間違いない。もうこの手摘み手下ろしに関してはね、やっぱ完全勝利したいでしょ。じゃあ今度はヒゲちゃんの方で温度を取ってください。用意スタート言ってください。はい、用意、はい、スタート、はい。なんかそっちの音やっぱ遅くない？ね、なんとなくなんとなくなんだけどそっちの音遅くない？はい、終わりました。いやーマジ俺ほんとさ仕事マジできっから俺。そうなのよヒゲ、俺仕事できんだよ。そうマジか。荷物が全部豆やったらええのに。そういったことですね。3番目の心技体の体力の方の勝負は寺西勝利、まあ先ほどね2番目の新種力の対決はヒゲちゃんが勝利しましたので、さあここで最初にやったどうなってるかね、ツイッターの勝負がどうなってるか、どうなってるかね、3本勝負でしたからね、何と何と何、ドラえもんとピグモンまで覚えてる、うん、何やったの、ドナルドだな。やりたくね。じゃあ正解の発表をねやっていきたいと思われます。準備の方はよろしいですか。はい、はい、分かりました。ちなみにこれ負けた罰ゲーム最初に言ってなかったから後取りになっちゃいましたけど、罰ゲームはこれですね、よくあるがちなこれです。はい、もうこんなもんチラ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 横に映ってないけど、これももう今年の2月に作ってあってね、もう誰が最初にやってくれるかっていうのをずっと待ち望んでました、ね、誰が最初に。そうなんですよ、こっちに。だからこれがちょっと痛いの嫌だっていう方はやっぱり油性マジックで前回僕がやったような系、まあ、それはまあ罰ゲーム受けるからあの方が、うん、ああなるほどね、マジックがいいのかこれがいいのか、まあそれはご選択をね、していただけるというね。それでは発表していきたいと思います。どうぞピグモン言ってください。はい、伊藤さんかな。伊藤さん1番目。はい、伊藤さんどうぞ。そらじろうって書いてある。答えになってねえし、答えじゃねえし。どうじゃん、どうじゃねえなら右か左かだよ。ってことはもう両方に点数が入ってない、両方点数入ってないだってそらじろうに見えてる。いやじゃあ俺マジこれ15分動画の着にしたいからもう30分やめさせて、もうどんどん行ってください。どうぞ、はい、左1票、左、左、はい、僕、じゃあ僕もマジであげたい、はい、手前にし1票、はい、小林沙織さん、はい、左、よし、ピグモン左、なんで愛知 LB さん、はい、左、左、え左、北尾さん、北尾さん、左、左、え、ミツバチさん、はい、左、おー、やったー、ピグモンやった。これ、単回、声優丸さん、はい、声優丸さん、はい、左はタンコボキバジ左はタンコボキバジと間違えられたので、マイナス1点です。マイナス1点きついだ、タンコボキバジに見えたのが、ね、マイナス1点、はい、ス1点。あるあるだよね、知らない、パチンコ台に出てこない M.O. サブさん、うわもう話が全く違うけどね、マッキーさん真ん中、真ん中、うわね、公平さん、お疲れ様です、最高です、どっちどっちが最高だ。 やっぱさ、これヒゲのところでやった方が良かったんだよ。テラちゃんリスナーみんなもうエンタメだから、ボケる、ボケる、すぐボケる、テラちゃんフォロワーさんはボケだからね。はい、続いてのんちゃろさん、はい、おつおつ、左で、左、あい、なんだなんだ、ほら正の字ついちゃいましたよ。花水木さん、はい、やばい、お腹痛い、なんで花水木さん、続けて続けて。ゆうゆうさん、ゆうゆうさん、左、いやいやいや、でもありがとう。ありがとう。伊藤さん、右はピーって書いてある。うるさい。ピグモンのピーじゃん。マイナスや。マイナス。どんどん行ってください。ピーって書いてある。どんどん行ってください。どっちもバケモン。ペペさん。エムタさん左。おーし。え、ヒゲちゃんゼロじゃんじゃん。マルちゃん右。あ、それ。かっこ笑い。それあれだね。多分マルちゃんはヒゲが書いたって思っての同情表だね。これ。でも右、右ですね。ということでピグモンゼロちゃんの勝利。リーチ俺リーチ。やべえやべえ。
やべえ。続きまして、ドナルドダック。ドナルドダック編お願いします。その上です。ドルドラえもん。はい、ドナルドダック編、そうですね。はい、そうですね。14票。はい、14票。これはもうしょうがないよ、これ絶対負けだもん。はい、グッサンさん。はい。それらしいのは右。それらしいのが右。はい、ドナルド右。エリック T さん、はい、43対57で右。はい、三橋さん左右分かれへん。同点です。はい、どうぞどうぞ。はい、ゆうゆうさん、はい、右エンタメ的には左だけど、これ書いた人分かっとるね。ベッチさんいない。小林沙織さん右に1票。右、ああやっぱさっきと同じ圧倒的ですね。M おさびさん、はい、パチモンだな。やっと答え。北尾さん、北尾さん右やね。右、はい。りょうさん、はい、右。りょうさん右。はい。こうへいさん、こうへいさん、さらに。はい、これさらに右ってことだ。さらにね、じゃあ、まあ、さらに。ただどうだろうね、俺もその気がする。松下修也さん、はいはい、右でしょうか。すげーなー。花水さん、やめて、頭からなんか出てる。頭からなんか出てるのどっちやったっけ。船あ、じゃあ船。船行ってよ。船に行って。同情犬、まるちゃんと一緒なんだよ。エムタさん、ギリ左から。エムタさん、俺ビーチで絶対俺が書いたって分かってるよね、これね。次はね、あの入れ替えてるから、そう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 。マッキーさん、うん、右。あー、はい。あ、もうすごい。マジナルさん、右に。あー、すごいです。はい、これは勝ち。すごいすごい。ほんまに票数がさっき俺7票で浮かれてたけど10票もらえるって嬉しいね、この短時間、わずか5分の間に。生徒会長の時にこんだけ票が欲しかった。うわ、もうヒゲちゃんおめでとうございます。はい、当たりでございました。じゃあ最後の勝負、もう泣いても笑っても、え、ここで決まります。紳士力勝ちだよね。これで体力は俺の勝ちだよね。じゃあ本当にこれに決まってんだ。これで決まる。大接戦じゃん。ほんまの優勝決定戦、ドラえもん。絶対俺今編集でドッグンドッグンやってんじゃんこれ。勝負の行方はって絶対やってるやつじゃん。すごいよ。じゃあドラえもんお願いします。はい、ドラえもん、はいはい、ね、はい。このび太くん汚いわ。新しいコメントの紹介ですよ。ケンちゃんさん、はい、これは想像してでのドラえもん、はい、うん、右のドラえもん、うん、初代のドラえもんの感じがするよ。右じゃん。右ですね。右入りました。右につきました。はい、りょうさん、はい、どっちもドラえもんに見えるけど、はい、強いて言えば右。やっぱ俺もね、あのね、なんかそんな気がしてた。マッキーさん、はい、左かな、うん、お左入りました。まことさん、ポケット周辺の形が、うん、右がドラえもん。ポケットだけで判断します。なんかもうちょい接戦になってもいいよ。 MO サービスさん、左腕ドラえもんじゃないな。一番ドラえもんでしょ。もうね、今までの3つの中で。ギャンさん、あ、ほらこれ汚い。きた伊藤さん、のび太くんって言ってるから左。お父ちゃんイエス。サンキューズマイで、サンキューズマイで。汚いこの無理的なのモノマネの時です。尺的にお願いだから。真夜中のダンディさん、右。右やな。しかもね、真夜中のダンディさん、山ちゃんって言って僕の大好きな、もうほぼお友達です。もう友人です。鉄道さん風に言うところの友人です。全然笑いなく、もう右やな。はい、グッ、はい、やられました。はい、花水木さん、はい、左みたいな人いるよな。やった、これはこれはありです。いや人やもん、人。いやでも、あのほらちょっと いい感じの接戦になりそうじゃないですか。ちょっとここ一票いってきましょうよ。ね、あの後でもしもこれがずっと出てね、まあ、まだ審議、審議、審議、まあまあ審議ですね。人やから。4対3、4対3。あ、桃江さん、はい、優しい。どっちも絵心あって素敵。桃江さん、あなたのコメントが素敵。一番素敵、桃江さん、うん、キュンです。エムタさん、はい、右かな。え、左はのび太くんっていうのが印象操作。ほら、バレてる。エムタさんにバレてるよ。さっきまでエムタさん、俺もしぐらいのこと言ってたよ。エムタさんは俺ビーキよからみたいなこと言ってた。左はのび太くんっていうのが印象操作。ね、ちょっとあと何件あんの。もう答えたんで、俺はあと3勝しないと勝てないんだけど。全部で15票やったから、あと半分ぐらいと、うん、あ、じゃああるのね。はい、あ、エリック T さん、はい、50-50 でドロー。うわあ、ほんまにでもドローやと。ドローやったんだね。あ、ミキチョンさん、右側本物にしか見えない。
これはもうね、だから2ポイント上げてもいいんじゃん。まあ1ポイントでいいですよ、1ポイントでいいですよ。本当に嬉しそう、ね、これ V 切った後も嬉しそう。フォロワーさんでいたかな、ミキチョノさんとかって探しそう、後でマジでブラックヒゲが出るわこれ。はい、1ポイント。はい、ミツバチさん、あ、ごめんなさい、ハチミツさん、うん、絵文字。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、よく見て、これ右じゃん。あ、違うか。違うよ。そんなにこうやって、こういう絵文字めちゃくちゃやん。いやいや、だって見て、今6対3だよ。王者の風格見せてよ。ヒゲも王者の風格見せてよ。やばい、まあまあ、まあ、ミツバチさん、あの、ハチミツさんは僕も知らん人じゃないから、もうじゃあもうテラさんに行ってありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。小林沙織さん、あ、もうダメだ、もう沙織さんまで行ってる、もうダメだ。右に一票入れさせていただきます。あの、もう分かってんだよ、沙織さんはね、うん、ヒゲの字が、字体が。なるほどね。これ忖度だよ、これ沙織忖度。いやいやいや、でももうボードも変えてたからね、はい、さっきのね、はいはい、松下修也さん、はい、両方ですか。なんか悔しいから入れちゃおう、両方両方入れちゃおう。北尾さん、はい、勝負。あ、もうない。やっぱでも勝負ですよ、勝負。ヒロニー、ね、右ですね。ヒロニー右。あー、マジかこれ。嘘、もう終わりでしょ。ほら、まるちゃんが、なんね、今一応何、ドックンドックンやらせてくれたってこと。いや、もうこの時点でダメじゃん。ということで、今回の3番勝負、勝者はなんと、ヒゲちゃん。ありがとうございます。ヒゲちゃんにはですね、まあ、絵心が一応あったということになりましたんでね、こういう形で、はい、まあ、僕ちょっと痛いのは嫌なんですよ。どちらかというと、はい、僕どちらかというと痛いのは嫌なんで、いや、痛いのにします。受精はやっぱ嫌だなと思いましたので、ね、消えない、消えない、はい、あの、なるべくですね、これちょっと本当使うの初めてなんですけど、それ僕がやらないとは思わなかった。強度は試してるんですか。一応試しました、はい、まあ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 、それなりに痛いと。なるほど。で、今こういうご時世なんで耳しかできませんが、そうです、ちょっと耳穴を3つでやっていただいて、はい。あ、結構あるよ、結構きつい。ここはでもね、なんで今思い切り引っ張った、ちょっとね、何ダメだよ、6個つけてからだよ、ね、なんでやってんのさっきから。え、何ですか。引っ張ってんでしょ今。引っ張ってない、引っ張ってない。引っ張ってた、今取ろうとしたでしょよ、1個で。ねえ、ちょっと何。いやいやいや、ね、ちょびっとの方が痛いかなって。あ、ちょっとね、ちょっとね、あの、うん、紐がちょっと若干短いから、うんうんうん、で、若干、あ、3つやね、うん、これね、うん、で、うん、ね、まだちょっとまだね、あの、ちょっとほら、あの、あれで自分で作ったやつでしょうか。言うてほら、長さまあまあきついな、これ。左が痛い、マジで左の上が痛い、本当に。あ、で外れてる、方買ったなんか1個外れてる、痛い。え、いや、もう、だって外れてないよ、大丈夫だよ、大丈夫、ヒゲちゃん外れてるわ。なんで外れてるわって、つけた意味わかんない。これちょっとね、あ、ちょっと伸ばしますよ、うん、ちょっと伸ばします。ちょっと伸ばします。ギリギリやな。じゃあ、すいません、罰ゲーム執行という形でお願いします。よろしくどうぞ。どうぞ。何個したのかもわかんねえしさ。いきますよ。はい、お願いします。まあ、全力で叩き潰す。見えるように。はい。3、2、1。はい。やばい。大丈夫今。大丈夫。嘘。これやばいよ。うわ、俺、引くわ。いや、取れてない。取れてないですか。血出てない。出てないと思う。ちょっと待って、もう気で心配になる今。出てない。そういった形でですね、皆さん、夢の3番勝負、やっと実現いたしました。今回はヒゲチャンネル、ヒゲちゃんの勝利、1万人達成しました。おめでとうございます、ヒゲちゃん。おめでとうございます。最後になりましたが、こんなことをやっといて、はい、ね、よろしくお願いします。
池ちゃんね、歌間には別にですねプレゼントといたしましてですね、やっとこれでヒゲちゃんにお渡しできるということで、ちょっと1万人登録で本当は何かお伺いしたいんですけど、まあ、切ってもつけてお、スマイリー切ってもつけてお渡ししたいと思いますのでね、ありがとうございます、今後のご活躍とご検討をね乗りました上で、あれ私もちょっとまあ本当ね、もうこんなにいろいろな種類はないんですけども、こんなパッケージもしてないんですけども、もう私作らせてもらってもどんどん来ましたね、手元でお互いどんどんね、お互いね、送り合うのはやめよう、送り合わないでって言ってね、やめようっつってね、会った時にしようってね、いやー嬉しいね、やっぱね、こういう対決をした上でのね、選手の健闘を叩いてじゃないですけどね、まあやっぱりね、どうも戦い終わればもう友ですからね、いや戦い終わらんでも友やったんちゃうの、そっかいやでも本当ね、なんか楽しかった、すごく、どうでした今回こういった勝負、もうテンションは同心に帰りましたねまあね、本当に大阪の方ですからね、ちょいちょいこんな千葉なんて来れる話じゃないからね、そうですね、本当にまたでも近くにお呼びの際はね、いやもうぜひ気軽にね、ま、遊覧またいただければ、まあ、いつでも思ってますけどね、いつでも書きますから、はい、そういった形そういった形で本日の動画を終えて終わりにしたいと思います。本日のゲストはヒゲちゃんでした、ありがとうございました、またねー。次はヒゲちゃんトラック日記チャンネルで、まるで昭和のエンタメのような突撃ドッキリ、ほかヒゲちゃんに10の質問を答えていただく企画など、周りにたくさんぜひご覧くださいね。娘さんがいると思ったら今の使わねえよ。